アウトサイダーアートとは、西洋の芸術の伝統的な訓練を受けていない、人が制作した作品であるが、アートとして扱われているものを指す。フランスの画家、ジャン・デュビュッフェが1945年にアール・ブデュット、性の芸術と呼んだ、強迫的原始者や精神障害者の作品は、1967年ににて、初めて展示され公的に認知された。1972年に、イギリスのが、アウトサイダーアートとして、社会の外側に取り残された者の作品で、美術教育を受けていない独学自習であるとして、概念を広げ精神障害者以外に、主流の外側で制作す人々を含めた。プリミティブアートや民族芸術、新芸術者の作品も含まれるようになった。1990年には、オーストリアの精神病院内にある、クギング芸術家の家の芸術家が、国家芸術賞を受賞したし、が企画し1992年より、アメリカ、日本など4カ国を巡回したパラレルビジョン展を通じてアウトサイダーアートの認識は広まってきた。2010年代には日本のアウトサイダーアートとして障害者の芸術が海外で展示され好評を得て日本でもその認識は高まっている。19世紀を通じて発生したアカデミーの制度は正しい絵画技法を要求しその範疇にない芸術表現を二流の地位へと追いやったが実際にはその時代もゴッホやゴーギャンのような革新者に満ち溢れており、19世紀末にはアカデミーに入ることはすでに目標ではなくなっていた。1880年代後半にのような収容された統合失調症患者が絵画を通じて自己表現を行った時にアウトサイダーの歴史はまり、伝統的な芸術の営みの外側においても芸術の才能は開花するものだと確信し、デュビュッフェは、アール・ブデュット、性の芸術と呼んだのである。19世紀から1920年代までは、精神科医に患者の作品が認識され出した時期であり、その後1945年からデュビュッフェはそうした作品が芸術だと認知されるよう取り組み、1985年に死亡した。デュビュッフェのコレクションは1967年ににて初めて展示された。これをもってアウトサイダーアートが公的に認知されたとされる。デュビュッフェの死後、一般にも認知されるようになり、精神医学は関係なくなり、インサイドに取り込まれようとしている。19世紀末からの古典期は患者の作品が集められたが、1950年代に治療法が変わり、抗精神病薬が登場し、入院期間が短期化されると、精神病院からの作品の供給は途絶えてこそ、いないが、かなり変化した。日本では、社会的入院の問題が残っており、事情が異なる。デュビュッフェが1945年に、アール・ブデュットと呼んだのは、強迫的原始者や精神障害者の作品である。デュビュッフェが1923年に入手していたのは、ハイデルベルク大学附属精神病院の医師、プリンツホルンの著書、精神病者の芸術性であり、1945年には、この著書にあるような患者や作品を探して、フランスやスイスの精神病院を訪ねた。そうして、アドルフ・ベルフリの遺作や、アロイーズ・コルバス、ルイステに出会った。デュビュッフェは、精神の深淵の衝動が生のままむき出しに、表出され、美しい造形に対する反文化的な造形だと考えていた。アウトサイダーアートの言葉を最初に使ったのは、イギリスの美術評論家のロジャー・カーディナルであり、1972年の著書、アウトサイダーアートの中である。これによれば、強迫的な原始者や精神障害者などの社会の外側に取り残されたものの作品で、美術教育を受けていない独学自習であるということである。つまり、カーディナルは概念を広げ精神障害以外に、主流の外側で制作する人々を含めたのである。カーディナルの基準とは、訓練されずに歴史的分類に規定されるような作品を作りたいという章である。そうして、プリミティブアートや民族芸術、ホームレスの作品などが含められるようになった。1989年にイギリスでアウトサイダーアートの専門誌であるRaw Visionが創刊されたが、同誌はアール・ブデュット、コンテンポラリーフォークアート、大衆芸術、原始芸術のような同類の分野も取り扱っている。アウトサイダーアートという言葉は、アール・ブリュットよりも広く、大衆芸術、原始芸術のような他の用語を取り込んでいっており、その範囲は極めて拡大していっており、あらゆる新しい、ジャンルを含めていっている。1992年のパラレルビジョン10では、コンパルシブ、強迫観念にとらわれた、安藤と教育によらない、ビジョナリー、原始的といった特徴のある作家が集められた。これは、デビュッフェがアール・ブリュットと定義した概念と似ている。企画者のは、当初、部族のシャーマン的美術やアボリジニの樹皮絵画、アクリル絵画、もちろん精神病院に隔離され完全に阻害された人々の美術を含めようとしていたが、収拾がつかなくなったのか、強迫的原始者と精神病者の造形に縮小された。そこには、心霊術者、エレーヌ・スミスやマジギルの作品も含まれた。欧州では、主として、独学の強迫的原始者や、精神障害者による造形を指し、アメリカでは、より広く、フォークアート、民族芸術などアウトサイダーのグループや個人までが、含まれる。日本では、アウトサイダーアートは障害者アートと捉えられている。ゴッホの扱いは厄介であり、1950年代のベストセラーであるコリン・ウィルソンのアウトサイダーでは原始者という理由でアウトサイダーだとされているし、デュビュッフェはゴッホを既成の芸術だと捉え、タックマンによれば精神を闇独学自習であったが、プロの芸術家であるためアウトサイダーではないと断っている。日本ではアウトサイダーアートというと知的障害者、精神障害者あるいは精神病患者が精神病院内におけるアートセラピー、芸術療法、クリエイティブセラピーの一種などで描いた絵画と思えれることが多い。しかしヨーロッパでは障害者アートがアウトサイダーアートの市場に占める割合は全体の半分程度と見られている。芸術作品で生計を立てたり、既存の団体に発表することなく、独学で孤独に作品を作り続けた人たち、刑務所などで初めて絵画に取り組んだ人たちなどの作品も含む。一方、日本の障害者福祉の世界では、アウトサイダーアートという語は、本来の意味、伝統的な美術業界の外部が誤解され、障害者の社会的包摂に反するものとして根強い反発がある。こうした経緯もあり、日本では障害者アートにエイブルアートと名付けている団体もある。エイブルアートは商標登録もされている。1954年には滝口修造が美術手帳10月号でデュビュッフェを紹介し、ラール・ブリュとして言葉を紹介した。デュビュッフェによるコレクションは現在スイスローザンヌ市に寄贈されアール・ブリュットコレクションとして所蔵されている。また、他にも重要なコレクションは、欧州、アメリカ、ロシアで公共財となっている。アウトサイダーアートのための画廊も増加している。イギリスでは1981年に、ロンドンヘイワードギャラリーでの大規模なアウトサイダーアート展が開催され、それに続いて、アウトサイダーアーカイブ、コレクションの収集が開設された。デュビュッフェのカンパニード・アール・ブリュのメンバーであったが、そのコレクションを築いており、1979年より、ロジャー・カーディナルトで企画したこの展覧会は、イギリスのアウトサイダーアートの紹介として、成功を収めた。マスグレーブは1984年に死去し、ラが収集の意思を引き継いだ。このマスグレーブキンリーアウトサイダーアートコレクションは、800以上の作品のコレクションを持ち、アイルランド現代美術館に10年間貸し出された後、マンチェスター大学のに贈呈された。1981年に設立された、オーストリアのウィーン郊外にあるマリア・グギング国立精神病院の中に、グギング芸術家の家があり、入院患者のうち絵画の才能のある人たちが居住して創作活動を行っており、アウトサイダーアートの拠点となっている。1990年には、ここの芸術家や詩人が国家芸術賞を受賞した。2000年には、その生活風景が、五十嵐久美子による映画、遠足、デアオースフラグとなり、2006年には、建物の一部が美術館に改修された。1992年にロサンゼルスのカウンティ美術館にてパラレルビジョン展が開催され、翌年日本に巡回した。これは4カ国を巡回した。日本においては、1993年に世田谷美術館におけるパラレルビジョン展によって本格的に紹介されている。同時期に同美術館は日本における障害者や原始者の作品を紹介し、小笹逸夫、草間彌生、古賀春江、坂上千雪、福村総太夫、山下清、吉川俊明、渡辺金蔵の作品が展示された。この時の日本のアウトサイダーアートの紹介は小規模な展示ではあるが、これまでの日本の美術界がまとまった形でほとんど行ってこなかったため、重要な第一歩だと解説されている。大本という新興宗教は、読み書きのできなかった出口直の神がかかりによって始まり、直が昼夜問わず、霊媒によって自分でもよくわからないままに、神の葉の自動書記を続けたとされるが、このオフレ先は造形的にも高く評価でき、また、直の末娘の婿である、出口鬼三郎、鬼三郎の明る、陽和庵と呼ばれる学者庵は、特に学んだわけでもない鬼三郎による赤、黄、ピンクなど華麗な発色を持つ芸術的な感性として、塩田純一が言及している。1995年には日本でエーブルアートが提唱され、各地の福祉施設での活動が連携して大々的に展覧会が開催されるようになる。アメリカではパラレルビジョン展を機に翌年からアウトサイダーアートフェアが開始された。1996年にニューヨークで開催された第4回アウトサイダーアートフェアでは$10の入場料の中、人々が訪れ、作品には主流の芸術に劣らぬ数万$の値がついた。2016年にもなお、アウトサイダーアートフェアニューヨーク2016が開催されている。また、レベッカ・ホフバーガーは、ワシントン北部のボルチモアに、国立美術館としての認可を受けたを創設しており、乱用されているアウトサイダーという言葉の代わりに、ビジョナリーという言葉を用いた。2008年には、日本各地で、アール・ブリュット展が行われ、スイス・ローザンヌ市で日本人12人によるのアール・ブリュット展が行われた。2010年にアール・ブリュット・ジャポネがパリで開催され、また日本各地を巡回したが、障害者の作品であると広く知られるようになった。2020年の東京パラリンピックによって、障害者のアート活動が日本の国を挙げて取り組まれるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。